ケータリングは。わーい、やったやった。どうやって作るんや。ここをよし。こんにちは。そう、今日はおでこを出してみました。丸顔すぎて卵やったわ卵すぎたな、ちょっと。こんにちは。そう、ちょっと昼夜なんで配信できそうだったんで、今からバイト？いやー、頑張れ頑張れ、一本偉いよ、みんな偉い、働いてて働いてて偉いです。全ての人が報われますようによし、そうそうついてる、夢見たかったとか、だからよいしょ、ケンレインボースターありがとう。抱かれてみたって、シカオアイスありがとう。嘘が、ツリーちゃんレインボースターありがとう。久しぶりのレイのレイ補給、もう来ないって言ってたじゃん、 M におしめいないから。私もバレエやってました。え、マジ？ちょっと話そうよ、バレエトークしよう。そう、髪切れない理由分かりましたよね、言ってたんですよね、この前ショールームかルームスで、髪が切れないんですって、ボブが増えたからっていう感じです。でも別に今ボブにしたい欲がないから切りたいとかはないんやけど、もう M ボブ多すぎるし、 NMB ボブ増えたし、てかみんな似合ってる、やばい、みんな可愛すぎて、可愛すぎて辛い、みんな。よし、冷やし中華いただきます。うん、ケン、クマタワーありがとう。マジでほのかさんのボブ可愛すぎて5分に1回可愛いって言ってます。カズレインボースターありがとう。ショートカットやったっけ、ショートカットの夏でしたっけ。あー、ライブ楽しみだな。そう、エモスト見てください皆さん。うん、キヨめっちゃかわいい、ありがとう、マジで美味しすぎ。ちょっと待って一本、一本が一塊エモストは医療系の大学でした、愛の大学。めっちゃでもほんまによかった、わ、大学っていいなと思ったもん。ようちゃん、くもありがとう。もう見送りでもね、両手に収まらんくらい赤ちゃんって言われましたよ、ほんまに。みかなさんとのロケは緊張しましたけど、みかなさんがたくさんお話ししてくださったので、一日人見知り発揮せずにできました、よかった。いや、ほんまに大学行きたくなったよね。
大学っていいなって思った。ほんまに。ケン、クマタワーありがとう。みんな大学楽しかった？楽しい？なんかめっちゃ青春やった。ほんまに。キラキラしてたみんな。なんかさ。結構。大学ってさ、学びたい分野をまあほとんどの人は選択するじゃないですか。まあ中にはさ、成績の問題でこの学部にしたとかっていう人もいるかもしれないんですけど、ほとんどの人は学びたいところを学びに行くじゃないですか。だから楽しいんやろなと思う。高校とかまでは嫌な教科もやらないとあかんけど、大学はなんかほとんど好きな教科だけできるじゃないですか。それがいいなって思った。レイもちょっと今から、うわやばい、飛んだ。大学行っちゃおうかな。なんかレイはそもそも大学行こうとしてた時は、心理学を学ぼうと思ってたんですよ。結構気にしいやし、何気使いまくりの人間なんで、周りにそう見えてるか分からへんけど深くね考えすぎちゃう性格なんですよ。だから結構その心理学に興味があったんですよ。だから心理学学ぼうかなと思ってた、大学行くってなってたら。うん、でもなんかさ、学校のスクールカウンセラーの人とかも、はぁ、えぐい、あ、ここがない、ここが、え、そっち向こうでやったで、うん、ここがない。え、ここあるやつが向こうで、うん、え、じゃあこのオレンジはなかったってことですか。あとね、それえ、だって蜂蜜って言った、蜂蜜です、それも違う、え、向こうで、うん、違う、ここがついてるやつ絶対向こうでやった。え、ちょっと待ってや、ちょっと待ってや、ちょ待ってくれや、マネージャーさんが
やっちゃったか。タツ、アイスありがとう。いや、買ってきてもらってる立場なんで何も言わない。あ、え、違う違う、え、この色で、うん、この色でここ月はなかったってことですか。あ、そうなんや。まあ、これでじゃあ大丈夫です。ありがとうございます。後でピンしますね。こっち300円でいいよ。え、気持ちの200円、うん、300円でいいよ。後で送ります。ありがとうございます。お姉ちゃんさんが薬用リップをね買ってきてくださったんですけどね。優しい。あじゅま、くまありがとう。お姉さんが薬用リップ買ってきてくれました。レイが買いに行きたいですって言ったら行ってきてあげるわ。買ってきてくれました。うん、これのね、ここがなんか垂れてるやつが好きなの、レイバ。でもマネージャーさんが後で買い物行くってやるからついでに買ってきてあげるって言ってくださったんです。うん、パシったわけじゃないですよ皆さん。ついでに買ってきてあげるって言ってくださったのでお願いしましただけなので、変に書き込まないでくださいね。ハガレイがマネージャーをパシる、とうとうパシり始めたみたいなことは書かないでください。絶対パシったっていうよりかは買ってきてくださっただけなので。レイは本当は一人でもともと行く予定だったので本当にやめてくださいね。そういう印象操作やめてくださいね。絶対フリとかじゃなくて冗談、普通にえやばってなる人もいるじゃないですか。なのでやめてくださいね。後輩もパシりませんよ。10期生マジで可愛いねんけど、みんなどうしよう。よしよししたい、みんな一人一人に。10期生かわいかった今。もうほんまにレイもうね、この前もレッスン上で会ったから2回会ってます。実はやったなんか、オーディション期間が一瞬のように感じました。今まではあ後輩ができるんやみたいなふわふわしてた感じだったけど、ついにお披露目して後輩がいるっていう。
マジで甘えが効かなくなったので、甘えが効かないのでマジで頑張ります。暑いね。年上の後輩でもなんやろな、なんかさ、みんなさ研究生ってさ固定ヘアやし、固定ヘアっていうか今はもうマジで両耳かきやしさ、なんかメイクも薄めやからさ、なんか年上感があんまないんよね、みんな。逆にその普段メイクしひん小学生とかがメイクしてて、え、小学生なんやって思うこともあるけど。ほとんど年下？うん。うん、村井優里ちゃんやったっけ、もーちゃんの友達。合ってる？名前合ってるかな？村井優里ちゃん？合ってんのかな？合ってる。その子大人っぽくて可愛い。なんかほうちゃんに似てる。でも多分それ聞いたからやな。てかなんかほんまに一面やったみたいなの聞いて、それが面白い。うん、村井優さんも可愛い、桜坂さん。うん、四人だけなんや、年上。え、同い年いんのかな。うん、うん、同い年おらんの、マジ。住人が多い。アミちゃんとない。ん、やだ。武田京香さんもレイプの方が書いてました。マジ、なんて書いてくれたの。嬉しい。なんて書いてくれたの。50分から男女読みします。嬉しい。そんななんかレイが媚び売らせてる。怖い先輩やと思われてんの、レイが。レッスン上であってレイポンさんみたいな接し対応ができたのに。え、やだー、やだ、嬉しい。嬉しい。モテ期かな。マジでモテ期かな。困った。マジでこの薬用リップがないと生きていかれません、私は。でも皆さん、推しは増やさないように。
推し変したらもう私は知りませんよ。もう結構塩対応になりますので、推し変したら推し増しも塩対応になりますんで、皆さん気をつけてくださいね、気をつけてくださいね、ほんまに。10期生のブログはな、なんか書いてくれた子は読んだ。メイクですか？え？何何？何何？押し増しもちょっと嫌かな。ま、ま、レイが塩になってもいいならいいですけど、押し増しはまあでもわかる。10期生マジで可愛かったし。もうほんまにみんな可愛いの。もうなんかね、お世辞とかじゃなくてね、マジで可愛いの。マジで。だから、あの、一回、推しを増やすとかじゃなくて、一回、見てほしいぐらい。マジで可愛かったです。そうそう、なんかめでたくなるのね。ま、推し編はダメですからね。ということで、男女見したいと思います。うん、ありがとう。12位ジョーありがとう。11位炭酸せんべいありがとう。10位シカオありがとう。9位ヨウちゃんありがとう。8位ダイくんありがとう。7位アジュマー一心ありがとう。6位ヨッちゃんありがとう。5位カズありがとう。4位ツリちゃんありがとう。3位キヨありがとう。2位タツありがとう。1位ケンありがとう。ありがとうございます。ありがとう。ではスクショタイムします。パシャ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 、ありがとうございました。みんな大好き。